わー痛い、ダウンした。1回目何がいいんか全然わからんけど、あー終わったー、あー痛い、ボムがうぜ、あー、よっしゃゲームやっていくぜ。どうもライスゲームズのライスです。いやー前回良かったね、前回良かったね、超楽勝だった。もうね期待と武器にねすごいねあれだよ、すごい運が良かったんだよ。いやライスくん、ドレッド復活のお祝いに来てくれたのかな。ふふふ、あれ改めて自己紹介しておこうか。異端の闇軍師ホムラだ。僕はもともとドレッドの人間でね、フルスへ戻ってきたわけだ。さて準備の方がよろしいかな。あーこいつな、こいついいな。前回ボッコボコにされたからなマジで。相手武器何使ったっけ、相手マジでボッコボコされたからな。3の5、1、2、3の5、お3の5がない、3の2、10度、1の2、まさかサンウェイガン、まあ、悪くないんだよなサンウェイガン。2の2の3、1の6、あー1の1、おスタンダードレックがね、まあ、やけにねいい感じがするわ。はいはいと、さあ来い、はい行くぞ。めっちゃくしゃみ出そう、めっちゃくしゃみでしょでしょだぜ。相手なんだっけ武器、あれか、スターダード、そうそうそう、それそれそれ名前が全然分かんない、名前全然分かんない。あーやめて、あーやめて、やめてって言ってるでしょ。オッケーやめてくれた、あざーす。ほら打ちまくれ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 、ああ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 あ、危なかったな今。ほらそんなとこ、そんなところから撃っても届かないぜ。いけ、もうレフトボムかっこいいな、ボムの動き方が相当かっこいいんだけど、見てよこのボムの動き、かっこよすぎだろ、俺と同じくらいかっこいいわ。そんなことねえわそんなことねえわ。ああ早くな、有名になって顔出ししてからな、料理動画をねじっくり撮りたいわ。けどねもうね編集めんどくさいからさ、馬のさ仮面がなんかかぶってね、なんか料理、ああ料理動画でも出そうかなとか思ったりもするんだけどな。1回目ほら惜しかった、今回簡単だな、なんか前回の方が難しかったんだけどな。まあいいよ、まあ俺の実力が上がったってことだな。7セガンか、おめっちゃもらえる、グッ、僕のプログラムがまたしても破れるとは。バイバーイ。いやほんとあん時心砕けそう、お前のせいやぞ、お前のせいやぞ。こいつのなポットめっちゃ嫌いなんだよな、なんかあの虫みたい、虫かクワガタかよくわからん。いやライスくんまた会えたね、改めて自己紹介しよう。伝説のかまいたちスバルさ、いい見ようだろ、ふふふ、自分で言うなよ。僕はね、君のような強いコマンダーに会うとゾクゾクしてくるんだ。それにしても表の世界で正義ずらして健全にバトルしてるような奴らならなおさらね、そういうコマンダーを立ち会えないほどに叩き潰すのが快感なのさ。さあゲームを楽しもうではないか。さあ行くぜ。めっちゃ目黒いなこいつ。うわなんだその武器、強そうな武器だな。あわからない、コテングガン、フェニックスガンのあれか、近づいたらね結構弱いガンだね。近づこう、2の5、あー近づくときになー、こうやってねーパーティカルガンか、ガトリングガンがよかったなー、パーティカルガンでいいよ。3の2、1、2、3の2、フリーズボム、微妙だ。5の3、1、2、3、4、5の3、って感じやな。2の2、クイックジャンプ、お、クイックジャンプはいいけど相性悪いな。さあ行くぜ。なんだっけ俺武器、俺武器なんだっけ、待て、あべ、俺武器なんだっけ、マジ忘れた、マジ忘れた、これなんだっけ、あ、パーティカルガンだ、よし思い出した。ほら、うわー痛い、ダウンした。1回目てか相手もフリーズボ、フリーズボムだよ、入った。2回目勝てるせんべい、
あいだーい。うわ、危ない危ない危ない。あいだ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 。あー、危ない。いいよ。何がいいんだ全然わからんけど。あー、終わったー。あー、これは確実に時間かかります。わー。相手がそんな感じだもんな。うわー、くそー。なんで相手が足の時に俺も足なんだよ。くそ。よし、オッケー。お、クイックしてるね。クイックレッグだからクイックしてるよ。開いて。これだけじゃダウンせん。よし。お、めっちゃクイックしてる。いいよ。これはいい感じのレッグだ。お、あいつバカだな。バカだ。お前はバカという異名を持つな。伝説のバカだよ。伝説のバカってかっこいいな、逆に。逆に伝説のバカってかっこいいぞ。伝説ほどバカなんだぜ。あー、危ない。伝説なんだぜ。伝説がバカなんだぜ。かっこよすぎだろ。ほら、よいしょ。あいつ、ほんと伝説のバカだぜ。伝説のバカだな。さあ、来い。あいつ、ほんと伝説のバカだ。ほんとにバカ。あー、痛い。1回目、これでまた1回目か。いいね。あいて、やめて。伝説のバカだな、マジで。わあ、伝説のバカ死ね、伝説のバカ死ね、伝説のバカー。あー、2回目、伝説のバカ。ほら、勝っただろ。おっしゃー、伝説のバカに勝ったぞ。俺は無編集でいけるな。無編集ではいかんけど、無編集レベルでいけるな。よっしゃ、もうバトル7か、やば。やったぜ。闇の戦士のエリートと呼ばれたこの僕が、またしても。死に持ちついちゃったよ。最後の相手は？お、初登場。死のの目。ここまでやってくるとは見事なものだな、ライス君。私がドレッドの総称、死のの目だ。ここまでの道のりは長かった。刑務所から脱走し、チリジリバラバラになった仲間を集め、ようやくここまで組織を再建することができた。我々がいない間にゴライアスが戦力を拡大するなど歯がゆい思いをしてきたが、だがそれももう終わりだ。ドレッド復活の時は来た。リハビリも兼ねて君をひねりつぶしてあげよう。すげえな、口の色と背景の色がめっちゃ似とけ。なんかもうなんか、あれは空間、なんか相手のなんかもう透き通ったように見えるわ。真の闇を見してやろうぞ。ダッセー。ダサくね、これ。めっちゃダセー。これサムネだな、確実に。ダッセー。ダサくね、これ。あー、死ぬの目な。あー、ゾラ初めて見たの。さあ行くぜ。11-4、来た。ここで 11-4、来た来た。ここで11、やったー。11はね、ストライクバニッシャーの4だからめっちゃいいよ。4-5、1-2-3-4-5、トラップガン。お、いいねー、いい組み合わせだ。5-6、1-2-3-4-5-6、ジオトラップ。いい、ボムもいい。これ勝ったろ、絶対。1-2-3-4-5-3。2-4。あ、これやばいな。これも勝ちましたわ。よっしゃ、一応ラストバトルになるんじゃないかな。まあ、あと一つあるんだけどね。守るの修行場みたいな。そこがね、真のラストだからな。これが一応、裏面のラストだろ。ラストボスだろ。あ、いいよ、ジオトラップめっちゃいいからな。お、なんだこれ、Vレーザーじゃん。Vレーザーの強いバージョンじゃん。これで友達ボコボコしたわ。そんな記憶があるわ。あ、俺、なんだっけ、なんだっけ。あ、トラップなのか。あ、危ない。全然。あ、これトラップが最悪だな、これ。相性めっちゃいいとか言いながら。相性めっちゃいい。あー、1回目。なんかパッとせんな。あー、くそ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 。
よし、あなんかすげえいい戦いしてる、すげえいい戦いしてる、なんだこれ。すげえいい戦いしてんぞこれ。いい戦いってことはもう 2,3 回目は簡単に勝つってことだよ。よいしょ、まだ1回しか取れてないけど、ダメージは、おお、ダメージは半端ないな。なんでやろ、ボムか、ボムとポットか。いて、はい、痛え、くそ、このトラップガンを撃ってる間は動けないんだ。痛い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 、あー2回目やべ、普通に負ける、普通に負けるぞ。あーっと、いい、あー痛い、ボムがうぜ、あーふふふ、私に盾つこうな、その度胸悪くはないな。お前のその力ドレッドに預けてみないか。お断りしまーす。さあ行くぜ。おーっ、来た、相手足、これは間に合う。ほらほら、よし完璧、わぶね、あと逃げれば勝つ、逃げれば勝つ。こいつ着地地点を狙ってくるな。あ、やばい、危なし、よし、いいぞいいぞいいぞ。ああ何や、このポット、よし、暗い、当たんねえな。よし、いいぞいいぞいいぞ、よしよし、勝てる勝てる勝てる、まだ一回もダウンしないからな。あー痛い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 、危ない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 。あー最近アブさんの動画見てないな、そういえばどうでもいい。あーいちゃ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 い、よいしょよいしょよいしょ、よし、いけるいける、あいやいやー、1回目これで1回目、いいね。ほらほら、うわー、よいそうよいそう、あーうわ、ぷねー、あと3センチだったな。うわっと危ねえ、あぶね、おおおお、危ない危ない危ない、あーよいしょ、あったー、イエーイ、2回目、そあと32秒もある、このまま、あぶねえ、危な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 すぎやろ、危なすぎだろ今の、あやべえ、危ねえ、あーやばいやばい、時間もそうだけどやばい、 HP がちょっとやばい、うわちょっとあと10秒、あえて気絶しろ、なんとかしろ、急に気絶しろ急に気絶しろっておかしいけど、よしよしよし、このまま逃げれば俺の勝ち、よっしゃ、勝ったー、勝ったー、はあ、よっしゃ、この実況も残り最後一つだな。ゾラ篠のメガン、オッケーオッケーオッケー、やったー、うえー、お金まで取っちゃった、金まで取れちゃったよ。ゾラちょっとダサいな。一応ね、トロフィーは全部取るつもりでいるんで、まあ、トロフィーすべて取るときは、もう縛りなしでやろうと思ってまーす。急にこいつ犬になったぞ。うがー、こんな、バカ、世界征服の弓は、ここで、また、釣れるのか。いや、世界征服はね、別の方向から行けばいいと思うよ。俺今現実で言うと、イオンが世界征服してるからな。そんなこと言ったら絶対怒られるな。いやね、多分ね、俺の予想では、このままでかくなると、イオンが畑を、もう本当、すべての日本の畑を持つようになって、もう、イオン、俺様のがない、俺様も気取りになると思うよ。
もう私たちのスーパーなくなったらお前らもう飯食えねえからなぐらいのレベルでなると思うんだよなというところで、今回はここまでにしたいと思います。残りがね、残り一つなので、そこに行く前に、こういうやつのね、トロフィーを全部取っていこうかなと思ってまーす。だからね、最初から、左手の方、右手の法則でいこうかな。右手の法則で、どんどんこのね、金のトロフィーをすべて取っていこうかなと思ってまーす。なので、まあ、最後の最後で、まあ最終回という感じでやっていきたいと思います。あ、ここら辺全部撮ってんだな、いいね。というところで今回はここまでにしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。次の場所はここだな。じゃあねー、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。